園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好き看護師のどんちゃんだよ。秋になってね、この黄色い帽子が復活しました。麦わら帽子からね、秋になったということで黄色い帽子、これ本当撮影当初からね、あの被ってる帽子の2代目ですね。いやー、1年か、もうすぐ1年ですよ。どんチャンネル始まってね、12月でというのは置いといてね、貴重な、体験を皆さんにお伝えしたい、これ一緒に共有したい、皆さんとね、どんチャンネルを応援してくださった方なら、ご存知の通り、レモンのりのかちゃん後ろにいらっしゃいます。ね、去年植えて、収穫をしたいというところで、あの花がねいっぱい咲いてすごいいい香りになって、いや今年はねいっぱいできるんかなと思ったらね、1個だけでした。植木屋さんに聞いたらね、花をつけすぎると良くないらしい、知らんかった。来年は、こうやってね、今年は1つしかなってない分パワーが溜まってると思うので、花芽をつけすぎずに管理して、まあ、数多くのね実を取っていきたいなと思いますけれども、結構葉っぱが黄色くなってきて肥料切れのような雰囲気が出てますけどね、取っちゃいますよね。皆さん、一つしかないから、貴重な一つ皆さんと一緒に取ります。今ね、ちょっと料理作ってる途中でね、出てきました。今日はね、唐揚げ作ったのでレモンと一緒に食べようかなと思って、今から収穫します。さあ、いきますよ。3、2、1、はい、取れました。これがレモンのリノカです。今日大きいでしょ、ほら。これをね、実際、食べようかなと思うんですけど、どんなね、味がするんでしょうね。ちょっと切ってみましょうね。さあ、じゃあ切っちゃいますね。いくよ。じゃじゃーん。おお。あら、なんかね、レモンっぽくない匂いなんよね、これがね。どっちかっていうと夏みかんみたいな、そういう雰囲気ね。ちょっとだけ食べてみよう。無農薬だから皮も食べてみようね。いただきます。最高に酸っぱい、酸っぱ、美味しいって感じ。唐揚げにかけるなら、あのレモン汁みたいなね、マイヤーレモンとかそういったレモンの方がいいのかもしれんけど、このリノカはね、このまま食べれるレモン、そんな感じね。いや、身がでかくてね、これは非常に子供喜ぶと思いますよ。いや、来年ね、もっといっぱい取れるように勉強してね、育てていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。